輸入パックで上相撲実況中継です。平成28年1月2月場所の6日目の取り組みをお送りしています。幕の内の後半戦です。大平川山引退回避のため本日より休場よって金太郎侍の不戦勝であります。大平川山が休場です。前頭西の2枚目大平川山が休場。今日は金太郎侍がこれで不戦勝となって2勝4敗となります。大平川山も休場でこれで幕の内3人目の今場所休場となっています。大平川山、まあ、内容はそれほど悪くないように見えただけに残念ですね。そうですね、まあ、上位の壁といっても何度も経験しているので、まあ、一つ歯車が狂ってしまったんですかね。再三今場所はお伝えをしておりますけれども引退ルールというのがございます。5連敗すると休場、休場明けで3連敗するとごめんなさい、5連敗すると引退、失礼しました。ですので4連敗するとその時点で休場をすることができます。年に1回だけ休場することができます。幕の内後半の取り組みです。早速休場ということになってしまって不戦勝が出てしまいました。どすこい静岡に桜地バッタ西方どすこい静岡西前頭3枚目静岡県出身アンビックベア東方桜地バッタ東前頭2枚目鹿児島県出身鹿児島ベア。幕の内後半の取り組みが始まっています。今日も再三これもお伝えしていますが海坊主さんがですね、大腿骨の怪我のため休場しています。したがって番付編成員の田中さんが、はい、叩き役そして解説と今日は行ってくれています。はい、だいぶどうですか、慣れました？そろそろ。そうですね、いやまだ手汗がもうすごいですね。はい、仕方ないですね、でもね、はい、慣れるまでは。いやーこれはなかなか慣れないですよ。そうですか。これは海坊さん、まあ急いでとは言わないですけれども、また元気になって早く戻ってきてください。桜地バッター2勝3敗どすこい静岡1勝4敗です。湘南の風の連勝記録を止めた桜地バッタ一気に押し込むか、どすこい静岡は突き落としなどもあります。制限時間いっぱい、よし見合って発狂、残った、ぶつかりました、残った、立ち合いは五分、潜り込んでいくのは桜地バッタ、残った、残った、どすこい静岡が前に出るのか、残った、発狂、残った、体を振って桜地バッタです。桜地バッタが出ます。桜地バッタが押す、残った、残った、土俵際押し出し、桜地バッタの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して桜地バッタの勝ち。いや本当にでも桜地バッタの相撲の内容が良くなってきましたね。いやもうどんどん前に出てくのがいいですね。やっぱあの上位の力士っていうのは攻めが非常に強いので、こういう攻める姿勢っていうのはいいですね。桜地バッタが勝って3勝3敗星を5分に戻しています。敗れてどすこい静岡はこちらは1勝5敗で、残念ながら今場所負け越しとなってしまいました。江戸みどりにナース藤曲がり西方江戸みどり西前頭筆頭東京都出身ほぼピンベア東方ナース藤曲がり西前頭10枚目静岡県出身アンビックベア。さあナース藤曲がりが全勝できています。いやこれは楽しみですね。久しぶりにこう平幕がこう全勝できてるっていうのが嬉しいですね。後半戦まで来ましたね。はい、
対するは江戸みどりです。3勝2敗でこちらも来ています。江戸みどり2連敗の後の3連勝、この時間からツイキャスでの配信も行っております。さあ押し合いか。ナース藤曲がりは時に浴びせもありますが、ここは全勝のナース藤曲がり。制限時間いっぱい、両者見当て発狂、残った、ぶつかりました。立ち合いは江戸みどり、江戸みどり前に出る、押す、残った、ナース藤曲がりが苦しくなるが、打ち掛け、打ち掛け、打ち掛け、ナース藤曲がりの勝ち。ナース藤曲がり全勝を守りました。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒してナース藤曲がりの勝ち。今の一番ご覧いただきます。押したのは江戸みどりでしたがね、引きつけていきましたね。いや強いですね、まあ、下の 下手ですかね、この力が強いんですね。そうですね。ただいまの決まり手を訂正いたします。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けでナース藤曲がりの勝ちと訂正いたします。足がかかっていました、外側でした。外掛け、ナース藤曲がりが勝っています。いや6連勝どうですか、内容もいいですね。そうですね、いやこれ楽しみですよ。これからちょい当たるかもしれないですし。そうですね、はい、いいですね。28歳ナース藤曲がり、まあ平幕の上位の経験もありますので、はい、実力はもちろんであります。6連勝、敗れて江戸みどり3勝3敗です。一式込みに魚雷いるかいけ、西方一式込み、東前頭3枚目、静岡県出身アンビックベア、東方魚雷いるかいけ、東前頭筆頭、愛知県出身愛知ベア。魚雷いるかいけ2勝3敗、一式込みも2勝3敗です。魚雷イルカ池が三役から陥落して今場所大事な場所なんですけれども、なかなか勢いに乗れません。前に出るのは一式込みです。2勝3敗同士、制限時間いっぱい、両者見合って八強位、残った、ぶつかりました、残った、足をかけるのは一式込みか、いや、ギョライルカイケが横を取っている、横を取っている、ついていったギョライルカイケが出る、出る、寄り切り、ギョライルカイケの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってギョライルカイケの勝ち。今の一番です。ついていきましたね、よく。そうですね、終始攻めていったので今日は安心して見ていられました。こういった相撲がねずっと続けば、魚雷いる会計ももう一度三役、あるいは大関取りえなんていう、そんなこともね見えてくるかと思うんですけどね、はい、魚雷いる会計勝って3勝3敗、敗れて一式込み2勝4敗です。あなた青山いる会計、青山いる会計、西方青山いる会計、西前頭5枚目、愛知県出身愛知米屋、この後銀屏部、銀屏部、東方小結び銀屏部、室蘭市出身室蘭部屋、ここで牛乳パックで上相撲から一つお知らせがございます。上相撲女子部が発足しております。上相撲女子専用のコミュニティです。 Google のコミュニティであります。ぜひよかったらね、今これをご覧の女性の方、ね、力士を作って送っていなくても大丈夫です。上相撲を見るのが好きだという方も含めて上相撲女子部です。ぜひぜひこちらね、登録をしてみていただきたいと思います。上相撲女子専用の、まあ、コーナーなんかも今後作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、先ほど活躍しているナース藤曲がりも上相撲女子ですから ね、 そうですね、今これ映ってますけど ね、はい、ね、本当に女性が作った力士が数多く幕内で上位にもね随分上がっておりますからね、はい、このところ
もう紙相撲女子がこれからトレンドになるように一緒に盛り上げていきましょう。ね、大相撲の世界でもね、数女っていうのがね流行ったよ、はい、今度は紙相撲の世界でもね、女性の力というのも台頭してくるんじゃないかなと思います。土俵上制限時間いっぱいです。押し合いか銀屏風と青山イルカ池です。両者もやって八強院残った、ぶつかりました、残った、残った、押し合い内掛けは銀屏風、残った、引きつける、引きつける、残った、残す青山イルカ池、夜の青山イルカ池だ、引きつける、残す、残った、残してる、残った、今度浴びせに行くな銀屏風、残った、残った、太陽浴びせるな銀屏風、粘っているな青山イルカ池、土俵際残った、残った、残った、寄っていく、寄り切り、感動だ、寄り切り、銀屏風の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って銀屏風の勝ち。土俵際よく待った青山イルカ池、いや最初の銀屏風がくちばしで相手をのっけぞらしたんですよ ね、 そ、 ね、そこから一気に体勢を良くして、まあ、寄っていったんですけども、青山イルカ池も本当力つけてますね、よく粘ってます。銀屏風が勝って2勝4敗です。敗れて青山イルカ池が、大変失礼しました、青山イルカ池の勝敗を間違っておりました、これね、4勝2敗となっています。青山イルカ池大変失礼いたしました、先ほどまで4勝1敗だった青山イルカ池は4勝2敗となっています。テロップが間違えております、今ここで入れましょうね。勝ったこと、敗れたことによっての成績としては、あ、これが一番正しい数字になります。4勝2敗に変わったということになります。大変失礼いたしました。この後青山イルカ東くん、東くん、西方小結び東くん、札幌出身東くん部屋、この後秘密ロケット、清水ロケット、東方清水ロケット西前頭七枚目、清水町出身清水町部屋。今青山イルカ池びっくりしたでしょうね支度部屋ではなく、まあ、下がったところでね、そうです、多分お風呂に入ろうかなというところでえって思った、 またかみたいなもう一番やるのと思うあったでしょうねびっくりですよね、もう安心してと思うんですよ ね、 ね、あるいは取材中だったとかね、そうですよね、そのタイミングで、しかも負けたのに呼ばれてまた嫌ですね、それもですね、だしたら今日だけで2連敗って可能性が出ちゃいますからね困っちゃいますね。清水ロケットは5勝を0敗全勝できています。東くんが3勝2敗です。さあナース藤曲も全勝を守りました。清水ロケットはどうかというところです。相手はですがベテランの東くん、過去は2対1東くんリード、4度目の対戦、制限時間いっぱい、両者見合って八強に残った、ぶつかった、立ち合い5分残った、横を取りに行ったな東くん、出し投げ打っていく、右の回し入ってるな東くん、東くん中立ち寄っていくな東くん、しかし下手出し投げで応戦は清水ロケットです。残った、出し投げで応戦、投げの打ち合い、投げの打ち合い、残った、残している、残った、寄っていった寄り切り、東くん、東くんの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って東くんの勝ち。清水ロケット1敗です。いや東くんさすがですね、もう力を受け止めてもう出していった感じですので、いやベテランはすごいですね。投げの打ち合いもありましたけれども、まあ右を取れば東くんはこれまだまだやれますねもう40歳いけますねこれはね、40歳の幕内、はい、これ言ってほしいですね、こうなるとね。勝ったのは東くんです。東くん勝って4勝2敗、勝ち越しまであと1番、敗れて清水ロケットは5勝1敗と全勝力士、まずこれで清水ロケットが1敗に後退です。かなた福島富士桜、福島富士桜、西方関脇福島富士桜、静岡県出身アンビックベア、この後とっかり大将、とっかり大将、東方大関とっかり大将、室蘭市出身室蘭部屋、東くんすごいというコメントも取れております。いや本当にすごいですね、味が出てきましたね、そうですね、
当にあの技が多彩ですね。そうですね、はい、仮にこれ上相撲界にね技能賞があったとしたらもう有力候補ですね。そうですね。さあ大関の登場、注目の一番です。福島富士桜は大関取りへ、さあこれ星勘定したら怒られるかもしれませんがあと2つですね大関へ。いやここからですね、ここから大関、あとまあ7日目8日目で横綱当たると思うんですけれども、はい、ここをなんとかまあ一勝一敗かでいきたいですよね。その大関とっかり大将、こちら中日東君に敗れています。優勝戦線という意味でも大事ですね両者。そうですね、まあ、ここはとっかり大将も優勝は絶対したいでしょうし、両者落とせないですね。綱取りへ向けてですもんね、はい、やはりね。とっかり大将は綱取りへの階段へ、福島富士桜は大関取りへの階段へ、重要な一番です。過去の対戦は1対0とっかり大将がリード。制限時間いっぱい、両者見合って発狂いのゴタぶつかった。さあ横取りに行ったのは福島富士桜、出るのはとっかり大将ですが引きつけていった、体を中に入れていったのはとっかり大将、とっかり大将が夜土俵際徳田原いっぱい、寄るのはとっかり大将、寄り切り、とっかり大将の勝ち。一敗を守ったのはとっかり大将です。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってとっかり大将の勝ち。体を全身を中に入れてきました。あの一番危なくない戦法を取っていったんだと思いますね。まあ懐が深いだけにここから打っちゃうことがありますからね、はい、福島富士桜。これはよくとっかり大将が考えていった一番だと思います。とっかり大将勝って5勝1敗勝ち越しを決めました。敗れて福島富士桜4勝2敗終盤、まあ、本当に横綱戦もありますからね、うん、なんとか頑張ってほしいですね。ここからが試練ということになりそうです。あなた後楽園、後楽園西方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、この後チコツミ、チコツミ東方関脇チコツミ、千歳出身ほぼピン部屋、コツウミと後楽園です。後楽園もまだいっぱいですから、はい、ここから巻き返していきたいところ、それには大事な一番ですね。そうですね、ここはもう確実に勝っていきたいですね。ティコツウミはちょっと元気がなくなってしまいました。1勝4敗5対3過去はですが、ティコツウミの方がリードしています。9回目の対戦です。制限時間いっぱい、よし見合って発狂いのゴタぶつかりました。押し合いです。後楽園が前に出る。後楽園が惜しかったか、横を取りに行った、横を取りに行った、ティコツウミだ、ティコツウミがさあ横を取って前に出る、ティコツウミ出る、ティコツウミ出る、後楽園苦しくなる、土俵際です、ティコツウミが出る、たわに足がかかっています、こらえています。後楽園のごた、おっとついていったか、どうだ、後楽園に軍配です、後楽園に軍配です。物言いです。勝負パン元横綱タックイーン、タックインです。ちょっとこれは見えないですね、こっち側だとアングル的に見えないんですけど、尻尾ですよね。バウンドしたような感じに見えたんですよね。田原に多分ついたんですよね。そうですね。そうですよね。多分あの角度だとティコツウミはついちゃう角度じゃないかなっていう角度になったんですよね。はい、そうだった。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は後楽園に上がりましたが、ティコツウミの尻尾の部分が土俵についており、軍配通り後楽園の勝ちであります。後楽園。ただいまの決まり手は。
押し倒し、押し倒して後楽園の勝ち。んー、てこずみが勝機あったんですけどね。いやでもちょっと危なかったですね、後楽園し、勝ちはしましたけどね。そうですね、やっぱここからちょっと星落とすことが多いので、なんとか粘ってほしいですね。最後まあ引きつけに行ったのは見事でしたね。でもね、そうですね、まあ、それでまあ逆転も可能だったということですもんね、はい、勝ったのは後楽園です。後楽園勝って5勝1敗で勝ち越しを決めています。敗れてティコツーミは1勝5敗残念ながら負け越しとなってしまいました。あなた夢の藤娘、夢の藤娘、西方夢の藤娘、西前頭4枚目、静岡県出身、アンビックベア。この後湘南の風、湘南の風、東方横綱湘南の風、神奈川県出身、神奈川ベア。結び前です。湘南の風対するは夢の藤娘。中日の相撲を見ていると湘南の風の、まあ、この画面にも出ている絶対王者ぶりというのが少しずつ戻ってきつつあるのかなという感じがありますが、今日の相手は夢の藤娘、2勝3敗という今場所の状況です。まあ、やはり挑戦する立場ということにはなりますけれども、夢の藤娘がこれ湘南の風に勝つにはどんな相撲が求められますかね。まあ、あの桜地バッターのあの相撲を、まあ、こう参考にして鼻を攻撃していけたら勝機あるかもしれないですね。ああそうですよね、はい、鼻の部分をということになりますね。具体的にどんな攻撃をすればいいですかね。でもそうですね、あのどうしてもこの鼻がまあ、真っ直ぐ来られると逃げられなくなるので、 あえて相手のこの力を利用して横に逃げていきたいですよね。 横から押す鼻をという相撲がいいんじゃないかなと思いますね。さあ湘南の風、まず勝ち越しへ向けて7連覇へ向けて追いかけていきたいところです。すでに後楽園、とっかり大将ともに今日勝っています。1敗を守っています。白石島はこの後結びでの取り組み、こちらは全勝です。結び前、制限時間いっぱい、両者見合って八強院残った、ぶつかりました。湘南の風が前に出ます。寄っていく、横を取れるか、夢の藤娘、前に出るのは湘南の風です。湘南の風が出る、出る、押し出し、湘南の風の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して湘南の風の勝ち。ここは落としませんでした、うん、盤石ですね、問題ないですね。もうこれで3日目の負けというのはそれほど影響ないと。そうですね、いやそうですかね、もうむしろそれを糧にしてより強くなってるかもしれないですね。立ち合い良くなってきましたもんね、はい、4日目はやや危うい立ち合いもありましたが、湘南の風勝って5勝1敗勝ち越しを決めています。敗れて夢の藤娘2勝4敗となりました。牛乳パックで紙相撲実況中継、6日目の結びです。西白石島、白石島、白石島、東備前長船、備前長船、西方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、東方備前長船、東前頭4枚目、
岡山県出身岡山部屋。呼び出しは大輔。行事はトゥンク。本日結びの一番であります。中日5日目そして6日目と、まあ牛乳パックで紙相撲界でいうと縦行事が休場です。別に何回も察しがをしたわけではないんですけれども、大腿骨の怪我により入院をしております。それにより帯広市から札幌まで番付編成員の田中さんが来てくださっております。結びの一番です。備前長船、今場所5連敗と苦しい状況ではありますが横綱挑戦です。こういう連敗の状況で横綱戦が組まれた時の気持ちっていうのはどんな気持ちなんですかね。もう負け越しも決まってしまいましたし、はい、ここはもう一番なんかものすごい変わったことでもして慌てさせようと、うん、そういう気持ちで挑んでくるんじゃないですかね。先場所初対決がありました。この時は白石島が全く問題にしませんでした。こちらご覧いただきます。映像のみでご覧いただきます。もう立ち合いすぐでしたもんね、うん、まあ2回目ということもあって、そうですね、まあ相手の力加減も分かってると思いますし、まあまともにいったらどうしても勝てないと思うので、ここはなんか思い切った作戦を取ってほしいなと思いますね。確か中日の時に田中さんがおっしゃってた、はい、最近回りながら相撲を取るという備前長船、ね、それを出していくとこれ面白いかもしれないですね、はい、そうですね、この回りながらなおかつどこかに引っかかるようなことがあると白島攻めが強いだけに足を出してしまうということはあるかもしれないですね。さあ結びの一番です。白石島は全勝を守れるか。制限時間いっぱい。よし見合って八強院残った。ぶつかりました。中に入ったな。備前長船残った。備前長船が出る。横を取りに行って回しも掴んでいる。白石島が下がった、下がった、下がった。土俵際どうだ。白石島の勝ち。一瞬ヒヤッとしたそうでしたが白石島が勝っています。ただいまの決まり手は突き出して白石島の勝ち。今の一番です。まあ一瞬ここですね、中に入られてヒヤッとしましたけど、これ上手は出し投げのような感じにもあったんですけど最後は下がってしまいました。いやー、白石島がもしかするとちょっと優勝を意識し始めたのかもしれないです。あるかもしれませんね、はい。ツイキャスでもこの時間ご覧いただきましたが、ツイキャスの放送はここまででございます。皆さん本当にありがとうございました。さ、白石島が勝ちました。白石島勝って6連勝としています。敗れて備前長船は6連敗となりました。ちょっと白石島に何かその気持ち的な部分で動きがあったかもしれないという、はい、そういったお話もありました。弓取り式はナース藤曲がりであります。それでは皆さん、館内の皆さん一緒にお願いいたします。せーの、よいしょーよいしょー。バラバラになったパズルもめちゃくちゃに。全勝白石島とナース藤曲がりのみですね、はい、そうなりましたね。どうですか、これは面白いと言っていいですかね、展開としてはね。
そうですね、まあもちろん実力といえばもう横綱大関なんですけれども、はい、何度も牛乳パックで紙相撲やってきて、その場所いきなりすごい力を発揮するっていうことがあるので、はい、ナース藤曲がり、これからちょっと暴れ回ってほしいなと思いますね。あとどうでしょう、平幕その他一敗勢もね、面白い存在の力士が多いんじゃないかと思いますけどね。そうですね、今テロップでもご覧いただきます。はい、まあ、私注目してるのは藤の飛びなんか面白いかなと思います。ご覧の通り前哨は2人です。白石島とナースの島がり、1敗で湘南の風、とっかり大将後楽園のほか、残機に清水ロケット藤の飛びというあたりがありますね。そうですね、まあ、ナース藤の上がり通常でいけば上位の大関とかには当たらないですけれども、はい、まあ、星が伸びていけばそれはまあ当たるとこまで行く可能性がありますので、うん、それまではなんとかこう全勝を守っていってほしいなと。そうなれば盛り上がっていくんじゃないかなと思いますね。あと最後に白石島ですね、ちょっと精神的な部分、はい、また心配があるかという。そうですね、なんとかこうこの6日目の相撲を糧としてまた立て直してほしいですね。そして、今日は番付編成員のね、田中さんが、まあ、本場所では初めて、土俵を叩きました、はい、最後にこのあたり初めてこの5日目6日目と2日間をやってみて、はい、いかがでした。一言、はい、みぼずさんすげーってことですか。段取り、まあ、あといつもいろいろあるじゃないですか。今日は全く何もやってないですけれども、ええ、あの力士のいろんな個性の部分とか全く出せないので、ええ、まあ、そういうところは坊さんすごいなって思いますね。焼き目芋さんからね、トゥクさん大した波乱もなく6日無水まで来れてよかったですねってこれは どうだったんですかね、皆さんとしては。そういうことじゃないですか、よかったっていうことじゃないですか。そうですかね、ええ、なんか物足りなかった感じ。それだけじゃないですよね、皆さんね。まあ、ね、新鮮だったんじゃないかなと思います。ひょっとするとちょっと海坊さんがね、今場所どこまで間に合わないかっていうのがね、7日目8日目、もしかすると田中さんのまた代打ということがあるかもしれませんので、はい、その際にはよろしくお願いいたします。はい、お願いします。実況は私山田大輔、そして、解説行事叩き役は今日は代打ということで、番付編成の田中さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ終盤戦どういう展開になるのか、白石島が逃げ切るか、あるいは湘南の風がやはり7連敗向けて逆転があるんでしょうか、あるいはその他のダークホースが出てくるのか、どうぞご期待ください。北海道札幌からこの辺りで失礼いたします。勇気になる絆は広がる、かけがえないもの、つながってるよ、大丈夫だよ、ララ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 、ララ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 ラ。